はい、それでは状態方程式の偏差系について説明をします。例えば状態方程式にフィードバック制御を用いてステップ目標値への追従などを行う場合にこの偏差系を用いることになります。本動画は理工系学生向けのものになっています。状態フィードバックでは状態に係数をかけた値を入力としてフィードバックすることになります。そのため、状態量が0になれば入力の値も0になります。その一方で、状態を0以外の一定値とすることが制御目的である場合にどうすればよいかということを考えます。例えば、伝達関数ベースでの制御の場合には目標値追従はこのような偏差系というものを考えます。これと同様に、状態方程式をベースとした考えでも偏差系というものを考えることができます。それでは具体的に中身について入っていきます。ここではまず状態の定常目標値として XR というものが与えられていて、それに対して追従したいという、そういうことを考えます。ここでさらに状態偏差というものを XE というふうに置いて、XE は状態と状態の定常目標値との差というふうに考えます。そしてこの状態偏差に関する状態方程式を考えるというのがここでの流れになります。まず最初のステップですが、最初のステップとして0イコール AXR プラス BUR というこの式を満たすような UR を見つけます。もちろんこれを満たすような UR が存在しないケースもありますが、定常目標値としてここでは、このような、方程式を満たすような UR が存在するような系について考えます。で、次のステップとして制御入力を U チルダプラス UR というふうに置く。この定常目標値 UR を含めて U チルダプラス UR というふうに置き直します。で、こうしてやると、これによって今 BUR イコールマイナス AXR というこちらの式を満たすことがまず分かってます。これと XR の時間微分が0である。定常目標値ですので、XR という定数を微分しても0になるというこの2つのことを加味してやりますと、偏差系を導くことができます。具体的にこれら2つをこの BUR のB×UR のところにマイナス AXR を入れてやって、さらに XR のドットが0であることで、左辺を XE ドットというふうに置いてあることによって偏差系がこのように得られます。そしてこの偏差系の XE が0に収束するように制御をすることによって、その結果として出力の Y は、この定常目標値に、近づいていくと、出力 Y というのは C×XR にどんどん近づいていくということになります。ここではこの U チルダという項があるんですが、例えば A が安定行列の場合には U チルダを0にしてやると、それによって XE が0に前近していきますし、もしこれが不安定な場合であっても U チルダを XE を用いたフィードバック、U チルダイコールマイナス KXE というふうにおいて K を適切に設定してやることによって XE を収束させることができます。これは数値例になります。このような、状態方程式が与えられているとき、これに定常目標値を100と、いうふうに置きます。これに対してこの式を満たすようにUR を求めてやると UR イコール6という値が求まります。そしてこれに従って制御してやることによって目標値、定常値が1になる。これ具体的に C×XR は、C がこのように与えられていて XR が100ですので、Y の収束する値は1になると、いうところで実際の応答も1に収束しているということが分かります。以上で状態方程式における偏差系の説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。